猫鉄佐渡市。こんにちは、猫鉄チャンネルです。今回は佐渡市川原田にあるお店メローズ佐渡さんに行ってきました。わかりにくい人のために目印は店舗の目の前に川原田小学校があります。こんにちは、猫鉄チャンネルです。本日は佐渡市沢田にあるメローズ佐渡さんに来ております。店内の様子になります。海外の海辺にあるカフェをイメージしていて、天井も高く開放的な店内になっております。メニュー表になります。気になる方は一時停止またはスロー再生をしてみてください。マラサダドーナツはライセンスを取得し、本場ハワイの味を再現しているようです。猫鉄はお持ち帰りして美味しくいただきました。フードメニューやスイーツメニューも美味しく、写真映えするようなものばかりでした。いただきます。今回猫鉄はアボカドとベーコンエッグトーストを頼みました。ごちそうさまでした。食べ終わったのだが。はい、ありがとうございます。以上。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここで猫たちはデザートを注文。いただきます。ちそうさまでした。大丈夫です。全然ないです。余力はでも残しとかんと、さすがに腹いっぱい食うわけにいかないから。食った。いやいやいや、シュートをデザート食ったぐらいで。はい、ありがとうございました。そうだね、そうしていただけると。あ、風強い。寒いですよね、やっぱね。ありがとうございました。はいはい。今回猫てちはメローズ佐渡さんに来店しました。撮影を了承してくださった店主さん、本当にありがとうございました。楽しく食事をすることができました。猫てちはこれからも佐渡の美味しいご飯を食べていきたいと思います。よければチャンネル登録していただけると助かります。